そして続いては山下が出題を担当。続いての問題は逆転のチャンス問題となっております、はい、一斉回答問題です。はい、みんなで考えます。はい、託して誰に任せるんだよ。てめえでやりきれよ。ナレーションに。ナレーションじゃない、てめえが出てきたからてめえでやりきれよ。題してって。すみません、いきます。もう一回お願いします。題して横取りジャンピングチャスク。正解者がいない場合どうなるんですか。切り捨てして、切り捨て通常切り捨てして近い人が勝ちです。切り捨てちゃう。切り上げ一桁だったら、一桁の答えはどうする。じゃあ近い人が正解です。はい、まあ、一番近いチームに何ポイント入れます。一番近い3ポイント。少ない。いやもう絶対ぴったり当てなきゃダメだよ。3ポイントなんて1ケースもあんま意味ないからな。